2022年2月17日から28日、今を生きる僕の証としてこれを残す。こんばんは、フォールです。今日は久しぶりにこの形で Vlog を残したいと思います。すごい時間が空いてしまったんですけれど、それにはすごいいくつも理由があって、一つはすごくちょっと体調崩していて、多分この声でも伝わると思うんですけれど、健康面をちょっと害してしまったのと、あとはもう言葉にならないような思いがたくさんあって、もうどうやってそれを残したらいいんだろうかって自分でもすごく悩んでいました。今こうして時間を置いてやっとお話する、残すことができたので、今日はこのような形をとっています。本当にこの数日間はいろんなことがあって、もう何も感じたくないやって、そんな風に最初は思ったりもしていたんですけれど、それがどんどんまたそこからいろんな考えがぐる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 自分の頭の中で回って、もう本当に何も感じなくなってしまったんです。大好きな、一番大好きな音楽でさえも聴けなくなって、でそんな時に海と星空を見に行ったんです。なんかやっぱりこういう時だからこそ自然に触れる必要があると自分でも思ったりして、でいざ海を見てみたり、海に触れてみたり、波の音を空を眺めながら聞いていたりすると、ものすごく感じるものがたくさんあって、もう自然に無意識のうちに自分がもうカメラのシャッターを切り出していたんですね。ああなんかやっぱり自分の中で最終的に残るのって表現なんだなっていうのをすごく感じました。なんか自然に触れているといろんなことを思って、たくさんの言葉が降ってきて、短い詩がたくさんできたり、本当になんか久しぶりに何かを感じるっていうことができて本当に嬉しかったんです。あ、なんかやっと出口のないところを歩いていたけれど、ちょっともしかしたら鍵が見つかったのかもしれないって、そんな風に思いました。自分でもこれはすごくよく分かっていて、もう何回も何回もこの繰り返しで、でもその度年を重ねるにつれ、その一回がものすごい深いんです。深い深い深海をさまよっているような気分になるんですけれど、でもそれを抜けた時にできるものっていうのは、いつもすごく自分の想像を超えたものが自分の想像を超えたものができたり、本当にそれは毎回驚かされるんですけれど、そういうのも分かっているから、今回はそういう不安な時間をたくさん過ごす中で、一つ思ったのは自分を信じるっていうこと。とにかく信じてあげること。ああまた
ああやって突き進んでいく、いける自分を忘れないでいること、なんかすごくそれが改めて大事だなっていうのに気づかされました。本当にね、自分だけが止まっていて、だけど世界は動いていて、時間は進んでいてっていう中で、ものすごくいろんなことを考えるんですけれど、でもそうやって何も見えなくなったり、何も聞こえなくなったり、誰の声も届かなくなったり、そういう時だからこそ自分を信じてあげなきゃいけないんだなっていうのをすごく思いました。なんか、今回はもうそれすらできなくなっていた部分が正直大きいです。すごく大きかったから、やっぱり Vlog をコンスタントに上げることもできなかったし、自分の中でもいろんな葛藤がすごくあったけれど、毎回思うのはやっぱりここを抜けた時に得るものっていうのはすごく大きくて、ものすごいどうしようもなく弱い自分だけど、でも必ず抜けた後には一回り強くなっているっていうのが自分で分かるっていうのもあれなんですけれど、体感している部分があるし、それはすごく表現に一番現れていると思うんです。なのでここから先、今制作しているものも何個かあるんですけれど、また一つどうしようもない僕ですけど強くなった自分を見ていただけたら嬉しいなって、そんな風に思っています。なんか今日はちょっと長くなってしまったんですけれど、なんかどうしてもこれは自分が話してる、今の自分が話している姿を残しておきたかったです。どうしても残したかったというか、残さなきゃいけないと思ったんです。だから今日はこんな形で撮りました。久々にの動画であれなんですけど、まあ、髪も切ってさっぱりもしたんで、まあ、そんな様子も少し残せたらいいななんて思っています。なんかまとまりのない話で本当に申し訳ないんですけれど、まあ、2月の今日は終わりということで、今話したいことを残したいことを残せたかなって、そんな風に思っております。ではまた、おやすみなさい。バイバイ。